はい、じゃあ始まりました、ハイチのダラダラジオ第104回でございます。で、今回のテーマはビートたけしのテレビタックルっていうね、でそれとサブテーマ下にね書いてあるんですが、それ告知です。はい、なので今回はあのテレビタックルに出させてもらった感想と、まあ、ちょっと思いもあるので、その出るにあたってね、それと告知をさせていただきます。なのでこういつも見たくね、ちょっと勉強の話とかではないんですが、まあ、手短で終わると思いますので、もしよかったらお付き合いください。では行きましょう。で、テレビタックル、まあ、出させてもらったわけですよ。この前の8月31日の月曜日だね、に出させていただいて、まあ、映像でね、約1分半ぐらいかな、思ったより使ってもらえて、そう、本当にありがたかったです。で、それを見ていただいて、たくさんの方からね、コメントと、まあ、ツイッターの、まあ、リプと、あとメールか、とかで祝福のね、メールをいただいて、本当にありがとうございました。まずね、こう素直な感想として、すごいいい感じにこう編集していただいた、そのテレビタックのね関係者の方というか、皆さんに本当に心からねこの場を借りてお礼を申し上げたいです。本当にありがとうございました。撮影自体が3時間半ぐらいやったんですね、自宅で。そうで、まあ前ね、去年テレビ出させてもらった時もそうですけど、大体3時間ぐらいやって1分使うか使われないかっていう世界なので、こうどう編集されるのかっていうのがわからないんだよね、実際。そうだって3時間以上撮ってるんだけど、使うのは1分とかだからさ、だからどういう感じなのかなって思って、多少なりとも不安を持って今回見させてもらったんですが、すごくこういい風にって言ったら失礼ですけど、よくねこう伝えてくださって本当に感謝ですね、そこは。で、今回収入の話をしてたんですよ。多分見ていただいてた方はねわかると思うんですが、正直お金の話が出るので迷ったんですよね、正直最初出るかどうかっていうのも。それもね、話した後、最初にも分かってたから、こういう話をしたいんですけどって、インタビュー受けてもらえますかみたいな感じでね。で、実際ある思いを持って今回参加させてもらったのね。で、何かっていうと、自分一個の目標として、まあ今 YouTuber としてね、一応その教育関係でやらせてもらってるんだけど、こういう活動をする人が増えてほしいと思ってるのね。例えばこう勉強関係の YouTuber がっていう、 YouTuber 全体っていうことではないんですけど、でなんでかっていうと、教育者って、まあね、教師でもそうだし、まあ、塾の先生でもそうですけど、教育に携わってる人間って絶対万能じゃないのね。例えば俺の授業も100人の子が見てくれて、100人の全員がね、やっべ分かりやすいって言うわけがないんだよ、万能じゃないから。うわ、分かりにくとか、いや、こんな問題やってんのとかさ、うわ、キモとか普通にあるわけだよ、そういう感想っていうのは。でも、そういうふうに思った人たち、でも違う先生を見てみたら、やべ、この先生超いいんだけどって思う先生に出会う可能性はあるわけじゃん。だから、救うっていう表現を使うと、ちょっとおこがましくなるけど、例えば自分の動画と出会って、勉強が分かるようになりましたとか、ね、その学校がちょっと楽しくなりましたっていう、いいきっかけを与えられればそれでいいんだけど、全員に与えられるわけじゃないから、自分のところでダメだった子たちが違う先生のところでそうやって救われるというか、いい風な影響を受けるっていう風にしてあげたいとかしていきたいのね。で、そのためにはもっと増えなきゃいけない、こういう活動をする人が。もちろん YouTuber だけじゃなくって、無料でねこういう動画を配信してる人はいる、もちろんいろんなサイトがあるしさ、けどやっぱりそれでも多くない、教育っていうのは。そうだから今回ね、その収入の話をしてもらって、YouTuber として、まあその時の話もあったけど、自分はちょっと単価が他の方よりも多分高めに設定していただいてるのね。再生時間が長いとかいろいろあるんだけど、そういうことも。だから、そうやって YouTube で動画を上げても、ある一定の、まあもちろん社会人として普通にね、有名な塾の先生になったらもっと稼げる、絶対。そう。でもある一定のそこまでは稼ぐことができるんだっていう、一つのモデルとして、こういうふうにやっていけるんだっていう、まあビジネスモデルって。言ったらちょっと大きくなっちゃうけど、として伝えられたらなと思ったのね。やっぱり生きていく上にはお金が必要だし、慈善事業じゃないからさ、そうだからやっぱりお金を得なきゃいけない、活動するにもお金かかるしね、やっぱり。だからそういった意味で、あ、こういう風にやって、こういう風に教育に携わってもやっていけるのかもしれないなっていうのを誰かしらが感じてくれたら、今回俺が出た意義はあるのかなって思って参加させてもらいました。そう。もちろんそれに対してちょっと心ないコメントとかもあったよ。うん。もちろんそれは来ると思ってたし。なんでかっていうと、
俺の前にタイポンさんがね取り上げられてたでしょ。でそれもね俺にとっては運が良かった。タイポンさんはねもちろん有名な YouTuber なので、タイポンさん目当てでね見ていただいた方がその流れで俺も見ちゃった、見ちゃったっていうことらしいけど、そう見たからそこで知っていただいた方も結構いたの。そうタイポンさん見ようと思って行ったらハイスさんが映ってて、そう初めて知ったんですとかのメールもたくさんいただいたからね。でもそうやってタイポンさんの収入も出てたでしょ。でそのそこの面もあって、そう俺と再生数なんでもう全然桁が違うわけだよ。タイポンさんの全然多いし、でも収入がそんな大きく変わらないっていう、そうっていう風な、まあ、編集というか分かんない、タイポンさん実際俺は知らないからさ。でもそういう感じだったんで、そこに対しての心ないコメントってのはねちょっとありましたけど、でもまあそう感じるのも普通だろうなと思ってたしさ。そうそうそう、まあ一度ひとまず今回参加させてもらったのはそういったこと、まあそういった思いがあってね参加させてもらいました。でもテレビってやっぱすげえなと思う、ほんと。放送日の登録者の増え方はびっくりしたもんね。うん、その日だけだったけど、やっぱり当然ね。だけど、普段の10倍ぐらいの増え方をしてたから、そう。だから、まあ、初めてそれで知りましたっていう方がたくさんいらっしゃって、ね、知れてよかったですって言ってくれたこともね、言ってくれた子もたくさんいたし、親御さんもね、たくさんいらっしゃったんで、まあ、よかったのかなと思います、ほんと。うん。ね、久々のテレビ超緊張したけど。あと地味にって言って失礼だけど、嬉しかったのは、スタジオにさ、オリエンタルラジオのね、オリラジのあっちゃんいたでしょ。そう。で、あっちゃんって失礼だけど、が、自分の映像見たときに、うわ、字が綺麗みたいなことをボソッとね、言ってくれて、それが超嬉しかった、俺は。そう。なので、まあ、そういった風に思ってもらえるように、ね、こう、字の綺麗さはもちろんなんだけど、内容も見て、あ、わかりやすいって。いうものをやっぱり一個ずつ丁寧に撮って配信していかなきゃなと改めて思いました。はい。っていうのが、まあ感想ですね。で、もう一個が、告知なんですが、これ9月12日、今日が6日なので、今週、来週って言い方が正しいかな、まあ、次の土曜日ですね、に、その新潟市立、まあ、磐梯高等学校、磐梯高校っていう、があるんですけど、そちらで文化祭が行われます。で、そこでですね、講演会というか、トークショー、まあ、ちょっと内容決まってないんですけど、視聴覚室だったっけな、で、まあ、自由に参加してもらって話をするっていうのをします。そう、しますって言い方おかしいけど。なので、もしお近くの方がいらっしゃれば、ちょっと足を運んでいただけると、参加フリーですので、無料で見ることができますので、もしよかったら、本当、はい、まだまだ全然知名度ないもんなんですが、もしよかったら会いに来ていただけると嬉しく思っておりますので、詳しくはちょっとね、わかんないんですけど、自分もまだ。そうですけど、一応時間と、場所はそんな感じになっているようですので、あ、ごめんね、いつかガンってなっちゃった。もしよかったら来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。では今回はハイチのダラダラジオ第104回ビートたけしのテレビタックルというテーマで喋らせていただきました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回はそうっすね、まあ、そのトークショーが終わった翌日なのでどうだろうな。でもね、トークショーの前に多分ダラダラジオ撮影しちゃうかもしれないんですけど、ちょっとテーマまだ不確定ですが、もしよかったら次回の方も見てみてください。見てみてね、聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。グダグダ詰まっちゃってね。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。